皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、採用、人の問題、そして人工知能、合わせてですね、お話をしていきたいと思います。先日面白いデータを見つけましたので、そちらを紹介しながらですね、解説していきたいなと思います。まずこちらからご覧ください。はい、こちらにありますように、イノベーターとホワイトカラーの能力水準の比較というものです。このようなグラフが出ていました。まずちょっと言葉の説明からいきますと、イノベーターっていうのは、いわゆるイノベーター理論っていうものから出ている言葉なんですけど、革新的商品やサービスなどをいち早く受容し支持する人ということで、なんて言うんですかね。いち早く商品を買ってですね。で、これ良かったよって言って、次の人にね、伝える。一番最初に、その流行の最先端をつかむ人なんですけど、この人はイノベーターと言われるんだけど、ただのオタクとも言える可能性があるわけですね。その全てが全てその後普及するかどうかわからないんだけど、常に新しいものとか変わったものっていうものについて、最初にこう、気をつけてる人っていうのを、イノベーターって言います。もちろんそういうサービスを考える人とか、そういうサービスを、作る人たちっていうのもイノベーターの方に入ってくるんですけど、こういう人たちがいます。で、一方で、ホワイトカラーという人がいます。頭脳労働をする人。主にですね、背広、ネクタイ姿で仕事をするという普通の一般的なサラリーマンみたいなイメージで、そしてデスクワークみたいな仕事が多いみたいなイメージを持ってもらうといいと思います。いわゆる普通のね、なんかサラリーマン的な感じね、なんかよく証券会社とか、よくテレビのドラマとかで普通になんか出てるね、働いてる人たちみたいなイメージで持ってもらえばいいと思うんですけど、この2人の人の中でこう違うんだよということで、ここに2つ出てるのは、価値実現力と、価値発見力っていうのがあって、これね、結構面白くて、僕が人工知能のセミナーでもよく話をしているんですけど、PDCA っていうね、よく、プラン、ドゥ、チェック、アクションっていうね、この4つを回していきましょうっていうのがあるんですけど、その P っていうのは計画ね、プラン立てて、ドゥ、実際に実行して、C、チェックをして、アクションは、次のね、行動に対しての、アクションというか、アナライズでもいいんですけど、分析しましょうっていうことの、4つよく言われていますが、この中の、P、プラン、計画立てることと、次のアクション、行動への、決断をすること。この2つが結構難しくて、人間ができることで、do と、そしてチェックっていう部分は、do っていうのは実際に言われた通りやるっていうことと、そして、チェックっていうのは、その数値で計算して、結果を出すっていうことは、人工知能が一番得意としてる。人工知能やロボットが一番得意としてることって話をしてるんですけど、ここで出ている、例えばこの価値実現力っていうのがあって、例えば一つ目、挑戦する力ってありますね。これ、新しいことにやってみようと思わないと始まらないわけなので、この挑戦力、なんていうんですかね、そのハングリー精神というか、その力って確かにすごく重要で、この、人を採用するときにおいても結構重要かなと思うので、何かその挑戦したことありますか？例えば、バイクで日本一周旅行っていうのを挑戦しましたとかね、なんかそういうようなことっていうのは一つ基準として、そういう挑戦する力があるかどうかっていうのを見てもいいなと思いますね。2番目、観察する力、気づく力ってありますけど、これよく言われている気が利くっていうようなものとかもそうだし、あとは、なんかの変化に気づくとかね、そういうこともあるんじゃないかなと思いますけど、このね、気づく力、観察力って結構大事なのは、次の関連付ける力になってくるんですね。つまり、その、自分の会社の数字とか売上とかっていうものを見ていく中で、なんかこれおかしいんじゃないのって思った時に、その今までのその定点観測していたものではない、全く違うなんかっていうものと関連づけることによって、こっちの影響なんじゃないのっていうことを気づくかどうかっていうことなんですよね。で、これって人工知能って結構苦手な分野で、
ここの部分は、結局、その、一つその計算式に加えなきゃいけなくなるので、その加えてない、その指標っていうのがあるわけですね。世の中の指標全部入れたら、コンピューターパンクしちゃうので、そこを、こうかもしれないって、観察して気づいて関連づける力って確かに重要だなと思うんですよね。そしてですね、人とつなげる力っていうのがあります。でこれは、いわゆる、その、なんていうんですかね、縁っていうね、縁を作っていくとか、この人と一緒に仕事をしたいと思ったときに、まあ、例えばその、人を雇うってこともそうかもしれないし、仲良くさせていく、社員同士を仲良くさせていく力とか、こういうものって、やっぱお互いのね、その良さを引き出しながらやっていく力とかって、やっぱ大事で、これ人工知能とか多分できないと思うのでね、この力も必要かなと思います。そして、捨てる力。これはよくね、言われていますよね。断捨離ってことがありますけど、どんどん全部ですね、人工知能もそうですけど、取り入れていくとですね、どんどん、計算する項目が増えていってですね、頭でっかちみたいになっちゃうので、ある段階で、えいっとこう捨てるね、力って確かに大事だなと思うんですよね。で、それを、計算して出せる捨てる力ではなく、こう、ある意味勘で、えいっとこう捨てる力っていうのも大事じゃないかなと思うんですよね。で、これ、試す力って書いてるのは、この挑戦する力とかなり近いんですけど、まあ、挑戦ってちょっと無謀なことも含めた、欲求が入ってるような挑戦に対して、試すっていうのは、いわゆる PDCA じゃないけど、新しいことについて、いろいろね、いわゆる AB テストじゃないんだけど、試してみるっていうことだと思いますね。試さないとね、失敗成功の母っていうことがありますけど、失敗があるからこそ成功があるわけで、試さないこそ失敗もないわけなんだけど、まあ、こんな力ですね。で、おかしいと思う力、なんかやってることに対して変じゃないかなと、まあ、この辺はさっきの気づく力とか、観察する力っていうのも近いと思うんですけど、まあ、このような、なんかおかしい、なんか変じゃないのって気づくも確かに大事だなと思いますね。はい、そうしましたら、ここからが、イノベーターと、いわゆるホワイトカラーとの平均というので、ずれてくる部分だそうなので、後半の話をしていきたいと思うんですけど、価値発見力、関係構築力、巻き込み力と。で、これ人とつながる力っていうものの、ちょっと延長だと思うんだけど、つながるっていうだけではなくて、もっと関係を、深く構築していく力とか、あとは、どんどん、社員とかね、巻き込んでいく、口コミをどんどん、口コミが口コミを生むとかですね、そして、どんどん、自分の投稿が、拡散されるとか、シェアされていくとか、そして、どんどんね、自分の仲間、一緒に賛同する人が増えていく力、まあ、カリスマ性と言ってもいいのかもしれませんが、まあ、このような力って確かに大事だなと思いますね。で、これが得意な人と、得意じゃない人がいて、まあこれは僕よく言っていますけど、まあ一つに徳っていうのがあって、徳を積んでいる人か積んでない人かっていうのもあると思うんですね。いくら言ってることが正しくても、結局その人についていこうかどうかって思うとこっていうのがあって、そのような力って確かにあるなと思いますね。そして達成への執念。これね、すごい難しいですよね。その情熱なんですけど、それをこう、なんか僕よく言うのは、なんて言うんですかね。中小企業において、付加価値は何かって言ったら、やる気だっていうことをよく言うんですけど、結局、差別化することってほとんどなくて、中小企業の場合ですね。大企業と比べて、勝てる要素って何もなくて、勝てるのはやる気ぐらいだと。で、このような、自分が頑張ろうと思っている、達成への執念みたいなものって、確かに、あるのかなという気はしますよね。続いて、説得力っていうもの。説得力ですね。これは、すごい難しいですよね。例えば、数字とか何かデータを持って出してきたとしても、信じるかどうか、説得されるかどうかって、論理的に理詰めで説明すればいいっていう問題と、それだけでは済まない問題があるんですよね。で、これは、例えば声のトーンとか、話すスピードとか、その時の表情とか、いわゆる身振り手振りだったりとか、
そのプレゼンの、あの雰囲気だったりとか、いろんな要素っていうのがあって、で、これはあの接客においても大事だし、プレゼン能力においても大事だし、この、そもそも相手をね、説得、信じて話を聞くかどうかっていうこととかもあって、確かにすごい難しい問題で、この辺って、こう見ていくとね、人工知能ほとんど全部できないなっていうことがわかると思うんですけど、説得って、その数字とか結果が出てきたからといって、説得されないですからね。その数字を見て、その、いわゆる、負に落ちるっていうか、腹に落ちなければ、その説得された状態にならないわけで、数字出すぐらいはコンピューターでも出せるんだけど、それに説得されるかどうかって別問題ですよね。このようなものっていうのが、まあ確かに人間だし、イノベーターっていう人においても大きい要素なんだなという気がしました。続いて、マネジメント力。まあこれは、さっき言ってきた、人とつながる力とか、あとはですね、この関係構築力、巻き込み力ってことと、のトータルになってきますけど、その、ホワイトカラーと言われている、まあ、頭脳労働してるんだけど、どっちかというと、まあ、たくさんの人たちと同じことを、効率よく、上手に、失敗なくこなしていくって能力は確かにあるんだけど、それを束ねる力とか、例えばそういう人たちをうまくですね、モチベーションを保っていくとか、もっと、こう、いい人をね、採用していくとか、まあ、いわゆる、人とか、会社の運営全般の力、マネジメント力って、確かにあって、で、これらのものっていうのは、その、なんていうんですかね、まあ、一言で言ってしまえばカリスマ性かもしれないんだけど、その、引っ張っていく力って確かにあるな、という気がするんですよね。続いて、自己管理力。その、なんか、いわゆるイエスマンとか、言われてちゃんとやるっていうのではなくて、その自分で何か考えて、自ら先に行ってる人たちっていうのは、それで、当然ですね、自爆する場合もあるわけですよ。自分がやったことに対してうまくいかないこともあるわけですね。で、その健康管理とか、その仕事とプライベートの、ワークアズライフですね。その、何ですかね、ストレスマネジメントもそうですけど、まあ、そのようなことを考えてなければ、破綻しちゃいますから、この辺の力っていうのも確かに、あって、健康管理もそうだし、お金の管理もそうだし、時間の管理もそうだし、そのプライベートと仕事の管理もそうだし、ね、いろんな部分において確かにありますよね。情報とかデータの管理もそうだし、自分のその精神的なコントロールっていうね、ものもそうだし、いろんなとこでこの自己管理力って確かにあるなって気はするんですよね。そして、定量思考力って書いてますけど、これちょっと言葉難しいんですけど、その、数字から元に、考える力っていうことだと思うんですけど、で、僕はよくね、定点観測が大事だって話をしてるんだけど、その数字を見せられたからといって、それで、こう、考えるって実は難しいんですね。その、単純に売上げがずっと増え続けてるからといって、じゃあそれでいいかって言ったらそうではなくて、そこからまた違うね、指標とかを考えなきゃいけないんですけど、この能力って確かに難しいなと思います。もちろん最低限の、数学の力とかね、僕も今読んでますけど、まあこういうですね、人工知能プログラミングのための数学がわかる本じゃないけど、まあそういう、ものってやっぱベースに必要なものって結局あると思うんですね。そして一番難しいのが計画力だ。そうですね。だからさっき PDCA の最初の P の部分、そして最後の A の部分っていうのが、この辺の、ここにね、ないのは、ね、決断力っていうのがないんだけど、新しいことを決める力とか、そして、計画する力って、確かに難しいんでしょうね。ただね、闇雲にどうでもいい計画を立てるのは、まあ簡単かもしれないんだけど、ちゃんと、妥当性があって、そして、遠からず、近からず、その目標を立てることができて、そしてその目標に対して、どういうことをやったらいいかっていう実際の、タスクまで落とし込んだ計画を立てれる人って確かに求められるのかなっていう気がいたします。はい、このような、かなりね、細かい項目で見ていきますと、人間にしかできないこと、そして、イノベーターと言われている人と一般のホワイトカラーでも違うし、ましてや人工知能はまだまだ全然ダメじゃないかなってこともわかると思いますので、
ぜひ人間にできることね、頑張っていきたいと思います。インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。